コシジロイソヒヨドリとは、スズメメヒタキカに分類される鳥類の一種である。体長は15から16センチメートルである。主にアフリカ北西部、ヨーロッパからモンゴル、中国などで繁殖し、サハラ砂漠以南のアフリカで越冬する。日本では1997年9月20日に沖縄県イリオモテ島でオスが1羽観察された。しかし、 飼育個体の可能性があり、写真も撮影されていない。他にも静岡県春野町で1982年、1998年、2000年にオス一話が観察された記録が3例ある。しかし、そのうち1998年と2000年の記録は人為的なミスによるものと推測され、これらはすべて同じ記録と考えられている。2015年には、 5月19日に長崎県津島市で観察された記録がある。この個体は自然分布の可能性が高く、国内で2例目の記録となっている。主に亜寒帯から温帯の低木地、温帯から亜熱帯の草原、サバンナ、岩の多い地域などに生息している。主に木の上から地面にいる昆虫を探し、地面に降りて接触する。他に果実も食べることがある。 ヨーロッパでの繁殖期は5から6月である。苔や細い根などを並べて、突き出た岩の下や岩の割れ目の壁などに平らな巣を作る。山の山腹や木に作ることもある。巣には通常4から6個の卵を産む。記録があった地名などの状況がほぼ同じであったため、1998年の記録に関しては、1982年の 記録を引用していることが明記されていたため、ひたきか、ありがとうございます。